はい、5、6番へようこそということで、いつもと違って、いつも最近はね、バスケばかりなんですけども、今日はいつもと違った形でやっていきたいと思います。なんと、本日7月31日をもちまして、上海生活丸9年経ちまして、明日から10年目突入ということなんですけども、いやー、まさかまさかの、上海生活10年目突入ってね、そうですよね。その当時、まあ、2012年の7月31日今でも覚えてますけど、その当時飲んでた方々が、まあ、結構10年選手な先輩とか結構いたんですけど、まあその時感じたら、まあ10年はさすがにいねえだろうなとは思ってたんですけどね、いいのか悪いのか分かりませんけども、10年目突入ということで、5、6番もいつもと違った形でやっていきたいと思います。ということで10年目突入、頑張れるよね。マジでラッキーだな。いや、初回に来るべく人が来た的な感じ、うん、誰でもいいそこは別に。あ、でもまあそうだね、パッと言う、ね、別に今日の、なんだっけ、今日いるみたいな、生きてるってやったら、ある、行く、収録するっていう、OK みたいな。それも OK。別にね、まあそれはお互いそんなようなことをしようと。そんなような感じでございます。でもさ、そう、コロナ中さ、あれ、ゴロちゃんはずっといたんだっけ、ずっといた。ずっといたんだよね。もうそろそろ2年でしょ。丸々2年が。俺まあ、さ、もう一回見たらさ、とりあえず1月20日に日本から帰ってきて、ああ、じゃあまだあれで、3日間だけいたの。で、24日に例の下りのさ、その、ま、あのマレーシアに飛んだっていうさ、ね、ああ、そうだよ、ね、下りわけだよ。うん、あの総理が始まるわけだよ。そうだ。で、だから、まあ、詰まるところ、ほら、まあ、なんだっけ、ベトナム対マレーシアに回って、2月10日に一人で戻ってきたの。あの、そうだ。あ、でしょ。いや、だってなんか旅行行ってだあの、じゃああの下りを簡単に言うと、ね、簡単に説明すると、要は、今日のそのコロナの2020年の旧正月っていうのは、1月24日土曜日から旧正月が開始だったわけ、うん、なるほど、ね、で、俺はもう別に旧正月1週間は、うん、まあ、もう蘇州の地元で子供とね、まあ、遊ぼうかと思ってた、うん、で、1月24日土曜日始まりました、うん、だったらほら中国の冬、加東地区って結構あのぼやっと霞むじゃん、うん、あれがこうドヨーンと落ち込んで、やだなと、なんかこう青空が見てないみたいな、ね、なんだそれのノリはみたいなんだけど、でもじゃあどっか行こうと、で急遽決めたから、じゃあ普段行かないところ行こうぜって言って、なるほどね、でベトナムのダナンに行こうと、おいい、ね、ダナンハノイ、うん、いや、ダナンとあとなんだっけ、ダナンとその横にあるあのなんかあるんじゃん、観光地が、ダナンの横 ね、 横ね、でそこじゃあ2泊3日で行こうぜっつって、うん、で親子3人で、そんなんで行けんの、2泊3日とかで、うん、いける行けるらしい、いける。で、要はもう3人だし、南だし、スーツケース1個にさ、あのなんか水着とかバーって入れて、うん、レッツゴーみたいな、うん、で、もう3時にね、3時にチケッティングしたのが、うん、夜8時発のプートンのね、で4時間後、5時間後だみたいな、うん、急げーっつってで、まあ上海トランジットで、うん、ベトナム入りました、1月25日の朝に、うん、したらさ、空港、飛行機をタラップ降りたら、うん、いきなりアウトブレイクの世界が、上海の封筒に出るまでは全然普通、大丈夫だった、全然マスクとか逆にしてないし、まさにピンポイントの日だったのね、うん、で飛んでベトナムダナン着いたらガチャって開いたら宇宙人服着たやつがガッと待ってたわけ、ウケる、それそれでさ、だから飛行機で飛んでる間に世の中に何が起きたんじゃねえかと俺マジでそう思ったの。いやでもそんな感じやんね、だって飛ぶまで何もないし、飛行機の中だって誰もマスクなんかしてないし、ウケるそれね、で途中でほら俺香港トランジットしてるし、香港だって全然何もないし、ほんでさベトナム着いたらさ、ね、宇宙服がさ来てさ、非接触の体温計でピーみたいなでしょ、でこれやばいな、やばいね、でやったらやばいことになった、うんうん、でじゃあもう持ってすぐその日のもう午後だよ、うちの会社から電話かかってきて、板場さんとその会社が閉鎖になりましたから、ごめん、ちょっとその正しくない日本語はよくわからない、会社が閉鎖になりましたって、あのすいません俺が今ここにいるのになぜみたいな意味が分かんなかったんだけど、でもそれほらいわゆるビル全体がね、ロックダウンだから、うん、こう日本語間違えてるよって演技でもね、演技でもね、でも一瞬焦って、いや確かに、もうね、
ね、宇宙人がいるようなところで会社が閉鎖になりましたって言われたら俺はどうやって生きていこうかみたいなさまあまあ焦った、まあまあ焦った、うん、でもまあまあなるほどなと、うん、で、ああじゃあもうあれじゃん、それってつまりその何終わったってことみたいな状態に一瞬なったんだけど、うん、でもさ、俺あの時一番最初に思ったことはね、うん、俺だけじゃないと思ったの。要はこの状態になったのは俺だけじゃないんだなって思った瞬間に全然怖くなかったのよ。俺なんかすごい紹介したい友達がいて、うんうん、女性なんだけど、若菜っていうめちゃくちゃおもろい経営者で、うんうん、ダンススクールを上海でやってたのよ、うん、で、うん、コロナの前に、うん、まあ、今と似たような感じで、うんうん、タイに旅行に行ってたのよ、うん、で帰ってこれなくて今もまだタイにいるんだけど、タイで会社作ってたの今度。でもうなんか今すげえよ、なんか。あ、ほんと。いや、お前すごくないそれ。でもよかったね、よくタイに残れたね。あ、確かにね。だからさ、そこ俺がさ、うまくいかなかったのは、結局それでまあ中国戻れないと、うん、会社も閉鎖ですと、でボーンとなったらしょうがないからさ、うん、でも女だったらしょうがないじゃん、うん、しょうがない。じゃあ、春休みの延期みたいなで、帰りのチケット捨てて、で、ベトナムからこうタイに、はいはいはい、でタイのバンコクとあとプーケットで遊んでで遊び足りないから次バリ行こうぜみたいなこと言ったら次はマレーシア行こうみたいな、嫁がで、ま、今は結構マレーシア好きだったんですよ。でじゃあマレーシア行こうよ、マレーシア行ったら抜群に良いよって、あ、これはいいと、ところが中国がっていうか世界中おかしくなってしまう。でどうするって考えて、確かに、で、じゃあこうしようと、マレーシアに会社作ろうと。あ、なるほど、ね、で、うん、会社作ると、うん、でもう決めて、で子供はもうそのまま、マレーシアで転校要は2泊3日の旅行に出たはずが、いくつかの国を経て、春休み中に親の都合で2泊3日に転校。もうまさにそれと同じだ。で転校してでしたの、したの、リアルに転校したので、そのまま会社設立手続きに入り、でビザを同時に始めたんだよ。そうだよ、ところがそのマレーシアのもうあとビザまであと2日ぐらいで降りるって時でロックダウンされた。要は政府機構が全部止まっちゃったっけよ。で、マレーシアのビザが取れなくなったっけよ。で、初めてのロックダウンだからさ、みんなまあ、意外にすぐ解除されるんじゃないかってちょっと期待もあるじゃん。で、マレーシア確か3回ですかな、ノービザで入れるんだよね。だからまあ、その期間ぐらいはいいんじゃねえかって最初見てたわけよ。まあ、そのままロックダウン。まあまあな、あれだね。で、結局だからビザ取れなくなっちゃったから、で、その時は中国にも帰ってこなくなっちゃった。でだから途中流しちゃったけど、俺はだからそれを決定して、じゃああとは よろしくと、うん、俺は中国戻るから、うん、一人で俺一人中国2月10日に帰ってきて、なるほど、嫁たちは3月の末ギリギリまでマレーシアにいたんだけど、もうどうしようもなくなって、でその時はもう中国今入ってこれない、でしょうがないから、じゃあ日本に転校もう、ね、はなかなかのなかなか2泊3日で200人から、だって3ヶ月ぐらいのはずが、結局273日別々だよね。そうでしょ、いや、いるよ、絶対海外旅行行ってる人で、そういう人多分すげえ言ってる。それこそ我らがゆかり番長ああ、ゆかり、ゆかりさん、ゆかりさん生存してますか。生存してる、北海道で、生存してるよ。いや、そうだよ、だって京さんとか。そうだよ、京さんだ、そうでしょ、うん、京さん見てますか。さ、いや、そういうのあるね、人生だ、わけわかんないよね。いや本当わかんないな。でね、今回さ、まあ、さっきもちょっと友達と話してね、うん、来たし、あと別の友達もこの前ずっと話したんだけどさ、まあ、あんまこういうとこでこういう話しないのがいいのかなわかんないけど、簡単に言うと、まあ、二極化しちゃったね、今回。